バスティアンとバスティエンヌ K50 は、ボルフガングアマデウスモーツァルトが作曲した一幕から、なるオペラ、もしくはジングシュピールである。しばしば、巻き歌劇と分類される。1767年の8月に、ザルツブルクで作曲が始められ、ウィーン旅行中の9月頃に完成したとされる。一説では、ザルツブルクからウィーンにへ向かう折に、すでに多くのナンバーが作曲されていたとも考えられる。 作曲の経緯、初演の状況については不明であるが、コンスタンツェの夫となった、電気作家日戦の記述によると初演は1768年の10月頃に、ウィーンの医師フランツ・アントン・メスメルの邸宅で行われている。後に1769年に、ザルツブルクで再演されている。台本は、ジャン・ジャック・ルソーのオペラ、村の占い師に基づき、アルニード・ゲルビルとジュースティヌ。 ファバール夫妻の共作によるパロディ劇バスティアンとバスティエンヌの恋をフリードリヒビルヘルム・バイスケルンとヨハン・ミュラーがドイツ語に翻訳をしたもの。なお、ヨハン・アンドレアス・シャハトナーが台本の改作を行い、その際レチタティーボのテキストを作っている。自筆譜には1768年、12歳のオリニと父レオポルトによって書かれている。全一幕で約40分。 序曲と全16曲で構成されている。舞台は17世紀頃のコルシカ島内、バスティアノム裏。ほか、ありがとうございます。